こんにちは。アニメ紳士です。今回は有機爆発バーングレイバーン第2話への視聴者の反応をご紹介します。この動画を見るといろいろな感想や解釈を知ることができて、アニメ視聴の楽しみが増えると思います。ぜひ最後までお楽しみください。ショック受けてるじゃねえか。ショック受けてる。拷問してやつは処分だな。ふざけんなよ拷問野郎。ギャグアニメだなこれ。なんで裸なんだよ。なんだよこれ、わけわかんねえ。上半身裸の男が2人でデュエット。お腹痛い。夜中に爆笑させんな。やっぱ子供には見せられないよ。腐女子はこういうの嫌いそうだな。これ絶対海外の評価みたいわ。ロボアニメなのにものすごくホモホモしいんですけど。男同士が合体するのがロボアニメだぞ。完全にネタに振り切ったアニメじゃねえか。ホモロボアニメという新ジャンルを開拓するとはたまげたわ。これで女性人気もアップしてロボアニメ復権間違いなしだな。女の子だ。この子がさっきの敵ロボの子なんか。あれの中身は美少女か。これ復活したライバルロボにスミスが乗り込んで2号ロボになる流れ。オープニングからして闇落ちしてライバルじゃね。まさかさっきの機体に乗ってた子、こっちを主人公にしないか。多分こっちが主人公やろ。オープニングでも少女が抱きついてるのスミスやし、ヒロインも出たことだし、次回のエンディングはこの子たちで頼む。この子が次回拷問されるのか。ちょっと米軍に入隊してくる。スミスの方がロボットアニメ主人公をムグしてる。イサミはヤンホモロボに狙われてる被害者。なんてこった、敵ロボットはバルシオンにタイプだった。もうこれ実質スパロボじゃん。相手の外しだな。わからない。このロボアニメの方向が全然わからない。定番の謎の美少女来た。ちょっと待って、ってことはグレイバーンの中にホモがいるの。このタイトルで蓋を開けてみたら、まさかのロボットホモアニメという新ジャンルとはな。可愛い女の子で相殺しきれてねえぞ。それな。とりあえずこのロボットアニメの主人公がなぜ定番の少年じゃないのかは分かった。異星人の美女パイロットと恋に落ちるとか、どこのマックス。いやひどいアニメだ。これほどリアタイ視聴が重要なアニメは昨今珍しいな。め柱が8本って言ってたから、あと7体まだミニロボがいるのか。1話で1つ壊して今回2体目だから、あと6つじゃない。確かにグレイバーンも物言いが女っぽくて気持ち悪いな。思ったよりも面白い。バリアニメだからロボアクションしか期待してなかったのに。もうブレイバーン女の子説にかける。敵を倒してるのに迷惑系 YouTuber に似たものを感じるスーパーロボット。イサミはなんでそんなにブレイバーン嫌がるんだろう。もともと自衛隊の有能なパイロットなはずなのに。あいつのせいで拷問されたようなもんだから。シリアスな戦いやってこんなのにされるのは素直に笑えない。みたいな視聴者と同じ感想。BL 要素もぶっ込んでくるのかよ。これはひどい。ほの、うん。これだけ気持ち悪いと乗らずに地球滅亡を選ぶやつもいそうやな。イサミがコアの代わりってことなんかな。人間と勇者ロボの BL アニメ新鮮だな。昔二次創作とかで見たことあるけど。だから新鮮ではないだろ。どこかの金持ってるバカが暴走してそれを地上波でやってしまってるだけで。落ちギャグアニメ思ったけど続きが気になる。見ててなんか体力を消耗した感じがした。これはギャグアニメなのか、いやいさみ逆アニメか、なんなんだこれ。こんなに30分がという間のアニメ久しぶりだわ。イサミはキリコみたいな感じだと思ってたけど、性格はシンジ君みたいな感じなのか。謎の喋る宇宙ロボット QG に求愛されたらどんな屈強な男でもああなる。確かにイサミはシンジ君見あるな。エヴァがギャグ全開になったらこんな感じか。量産機も実はあんな美少女が乗ってる。落ちブレイバーンは男主体、マホアコが女子ばかり。こいつは面白い。エンディング思ってたよりひどかった。ほんま人の話聞かんなブレイバーン。ブレイバーンとイサミは本来同一人物の可能性。アニメ一期グリッドマン的な。ブレイバーンのコアパーツがイサミ、今回の敵も敵ロボットのガガガピーコもコアパーツ。一
人の話を聞かない、うるさい、変態、ほ、も、これが令和の勇者ロボだ。ノリに合わせたら合わせたで違う。って言われるイサミかわいそう。ルイスの好感度上がった。頭おかしいロボにも真摯に対応して良いやつ。ハイキーエンドで実体化してるのかよ。すぐ聞いたけど。ロボというよりトランスフォーマーみたいな存在だな。金属生命体だしな。ニュース23の後はバーンブレイバーンとかいうアイキャッチあったのはロタ。すげえ枠だな。なんとなくでそのまま偶然見る人もいるだろう。お約束だよね、ロボアニメの。紫は合体パーツ言われてたけど、まじまじと見るとあんまりそういう見た目じゃないな。人類サイドの TS に頑張ってもらうか。必殺技言い直させるの、何の意味があったんだよ。その方がかっこいいから。これ毎回勇気一刀流の名称変えてくるパターンかな。今日配信らしいけど、これは海外で受けるな。後謎にディズニーと比較されそう。脱出したステルビアの中身がルルなのか。ガガガピーって言ってたからそうなんだろうな。多分そうなんじゃね。イサミとスミスが敵対するとかになるのかな。普通にかっこいいし、すまない産卵中にとか面白いのに、セリフ回しとエンディングの狙いすぎたほ、もくささが結構きつい。とりあえずリアルの知り合いには視聴してるって言えないよ。リアルの知り合いに一番面白かったから見ろって言っちゃったよ。イサミかわいそうがトレンド入り。イサミが本当にかわいそうだから、スミスはいいやつだし敵対しないでほしいな。プレイバーンはかろうじてロボっぽいけど、ステルビアデザインだけ見るとメカよりヒーローもののスーツに見えるな。メカニック娘がブレイバーンの構造についていろいろツッコミを入れていたが、ああいうヒーロー体系のロボットが着立して人と同じように動くのはよっぽど骨格の強度が高くないと不可能なんだよな。しかも変形構造も加わればパーツの強度もさらに落ちる。アニメだから二次元の嘘でごまかせるところをあえてリアルロボット側の知見から突っ込む、とても野暮なことをする。マイナス1兆2000万度の冷凍光線を思い出す。そういや自衛隊の隊長、なんで急に撃った。イサミたちが狙われてたのに気づいたからじゃね。これ以上ナスがままにしてるのは無理と判断したんじゃ。まだ響きの方が自制してたしと思ったが、そのうちこんな気持ち悪いやつがスパロボに参戦してくるんだろ。2話で濃厚な方もうぶち込みつつ、次回から謎の美少女とスミスの話が始まるんだろ。カオスが混沌としてくるな。もしスパロボ参戦することになったら、鈴村健一発の主人公で参戦になるか。あれれ、おかしいぞ。シン、アスカ、もしかして鋼のまま主人公よろしく。ステルビアにまで熱烈アタックされたりしないよな。これ以上はイサミの身が持たないぞ。やっぱこれイサミが乗らなきゃならない理由ってブレイバーンが興奮するかどうかなんじゃ。世界よ、これが日本のロボアニメだ。イサミの崩壊したメンタルを誰か癒してくれる人はいないのか。基本のストーリーラインはちゃんとロボットものなのに、ブレイバーンがキモいというノイズが笑いと個性を生み出してるのが凄まじい。ギャグアニメに見えるが、不穏な空気感じるのは気のせいか。危機を救いに来たとか、この星を守るためにとか、本当なんだろうけど、一方的にまくし立てられるとうさんくさいな。謎のイサミへの愛を語るブレイバーンも気持ち悪い。巻き込まれて拷問されるイサミもかわいそう。スミスが見つけた少女はブレイバーンの関係者なのか。1話のあのノリを見た後でもうどんなアニメか分かったつもりでいても、2話で冒頭から始まったイサミの拷問シーンが辛かった。あ、まだそのシニアス路線続けるつもりなんだ。からのバンバンババンバン出たブレイバーン。そうだけどそうじゃない。ブレイバーンがイサミって言ってる間に、裏でイサミがワンワンジョーさんに拷問されてるのが、この世界観にブレイバーンがいかに異質なのかよく出てたって感じた。とにかくブレイバーンが気持ち悪い褒め言葉でとても楽しい。今後も楽しみ。1話を見た私、このアニメが日曜朝とか土日夕方じゃないのか。制作とかスポンサー関係は大変なことなんだな。2話を見た私、
これはド深夜アニメだ。っていうかよく全国ネットのキー局が手を出したな。何が何だかわからないのに拷問される主人公。オエラ型の前で主人公への愛を語る勇者ロボ。結局いやいや乗せられた挙句、服を消されて全裸になる主人公。エンディングでは半裸で男同士で熱唱させられる。もうなんなんだよこれ。空トレンドにイサミかわいそうが入るわ。何がやばいって、ブレイバーンがやばすぎて、アロハのおじさんが協力国の自衛官を拉致監禁してガチ拷問してる世界観を普通に受け入れられちゃったことだと思う。人間の処理能力には限界があるな。こういう構造を持ってこれるのはスタッフのノリがいい証拠だと思う。ブレイバーンの一方的な変態っぷりが素晴らしいと思っていたら、エンディングで全部持っていきやがった。笑い。9、ミリタリーロボ世界にやってきたヒーローロボの文脈に、押しかけにロボ型宇宙人のラブコメをぶち込むと何が出来上がる。地獄、あらゆる意味で地獄。ブレイバーンだけが天国。巻き込まれたエサミには心底同情する。今期のアニメは見るのがない休憩期間と思ってたけど、とんでもないのが出てきたな。有機爆発バーンブレイバーン、大人のためのロボアニメ。7日、1話のテンポはかなり良かった。2話はホモホモしくもあり、キモさ爆発。最後なんてすまない。産卵中にで次回という謎のシュールさ。ブレイバーンには見てての推測だけど、ブレイバーン乗ってトリコロール T シャツ着てたオタクのレイス、スミスにノリが似てる気がするんだよね。もしかして未来のレイス、スミスがブレイバーンになって現在に来たとか。そう考えるとエンディングも実質イサミとブレイバーンだし。厄介オタクみたいに早口になる整備士のミユ、ブレイバーンに生理的に無理と登場を拒否られるスミス、必殺技の掛け声を強制キャンセルられるイサミ、突然脱ぎ出すエンディング、 C パートで謎の美少女、シリアスとおふざけのバランスが再現アニメって感じで素晴らしい。そういや勇者シリーズの勇者ロボって普通に喋るやつ多かったし、キャラいろいろいたっけな。でもブレイバーンと違ってちゃんと会話ができてたんだ。だから怖くなかった。言語が通じるだけじゃダメなんだ。よくわかった。怖。生理的に無理。これってコメディ×スカロボ ×BL、機械生命体と人類が戦っていて割って入ったブレイバーン、声かけようとするとブレイバーンと割って入る。機械生命体の類なのかな。イサミが乗り込むとスーパーパワーの設定は良いですな。エンディングエニクサ。B の L 匂わせなの。ブレイバーン受けなの。イサミが上下に動けば私も上下に動く。作画すごいのに人の話聞かない。わけわからん。ブレイバーンの一人語りで笑えるし、イサミラブだし、見ていない人ぜひ見て。エンディングも何が始まったって笑えたわ。ブレイバーンの生理的に無理だが、V-REX みたいな。最初に生体認証したパイロットしか操縦できないタイプのメカだからだと信じたい。じゃないとブレイバーンがトラウマ持ち三白眼単発男性でしか興奮できない。変態ロボになってしまう。あとエンディング何？わかったわ。真面目な軍事組織が勇者ロボを手に入れたらどうなるかというシン・ゴジラ的作品だわ。ただロボがとことんふざけてるけん、イサミが拷問された上に戦闘後に全裸になり、ルイスが生理的に無理と拒絶される。温度差で笑かしに来たるな。この回で分かったこと。敵がデスドライブズという宇宙から来た機械生命体であること。あとは何にも分からん。とにかくいろんな意味で勇みにくいが気の毒すぎる。まともな考察をしても全部裏切られそうだって思って見てたら、エンディングに全部持ってかれた。裸で歌。物語序盤に拷問される主人公はボトムズのキリコとクロスアンジュのアンジュくらいだと思ってたんですが、イサミが追加されましたね。ブレイバーンのイサミへの愛が重すぎる。男と男が男を取り合う内容になりそうなんですが、エンディングも違った意味でやみつきに。キレキレのイサミはどこへ。いやそれよりこの作品はどこに向かうのか。ブレイバーンの一人語りには見てるこっちも苦笑。
そしてエンディングに追い打ちをかけられ悶絶。ちゃんとディテールを作っていて真面目におかしい。とにかく楽しい。倒れてた女の子がまた興味を引くわ。確かにブレイバーンだいぶ気持ち悪いし、イサミかわいそうってなる。この戦い自体、ブレイバーンがイサミとくっつきたいがために起こしてる。自作自演の可能性も考えられて、そうだとさらに気持ち悪い。このアニメ、面白いんだけど、こんな面白がり方をしていいんだろうか。そういう白目とくもなるアニメ。脚本が全力で笑わせに来るんだから、いいのか。またスポ実況では馴染みのサッシャさんが、ドイツ語監修とのこと。それにしても、お前らが歌うんかい。オープニングの歌詞に正義が入ってない。この星を守る。ゴール地球を守るとは言ってないなどの懸念事項があったので、2話目で正義のためにと言ってくれたのは少し安心。ただし他人の話を一切聞かない奴の正義は古今東西ろくな正義ではないという不安は残る。正規の大改作、リアルロボット系統は脇に残すのね。イサミはいきなり拷問されてるし、ブレイバーンは相変わらず人の話を聞かないしで、アバンから大爆笑。生理的に無理とかエンディングで BL 劇とか、大混乱と大爆笑で参ったわ。見たことないものが見れるのはありがたいね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介していきます。様々な考察や解釈を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アニメ紳士でした。